僕らの国会皆さんこんにちは皆さんこんにちは令和五年六月二十九日に収録を行っています、はい、今回のテーマですが中国が先にロシアから取るということでこれはどのようなお話でしょうか、うん、あのプリコジンショックってものがあって、はい、うんまあ世界がいまだにその例えばプリコジンさんが今後暗殺されるかどうかも含めて、うん こう関心集中しててその中で習近平国家主席がショックを受けたっていう話が結構流されてるでしょ。はい、で僕のところにはそういう話は入ってなくてほぼ入ってなくて、うん、逆に習近平国家主席も合わせて中国共産党の独裁権力が「チーンスチーンス!」なんか古い映画の「あのサタデーナイトフィーバー」みたいな <laughs>、はい、知らない人の方が多いと思いますがそれを。<laughs> を感じさせる情報の方がこうどっと入ってきてて、それ何かというとですね、中国にとってはこういう新しいチャンスなんですよ。はい。日本挟み撃ち。うん。はい。でこれサムネイルの中国は先に取るっていうね。はい。趣旨のサムネイルとも合わせて考えていただくいただきつつ、ここで地球儀に登場していただくとですね。はい。 えー、こう巨大なロシアがあって巨大なチャイナがあって我が日本列島があってですねでそれは日本の北方領土だけに限らずね例えばこの辺りをどう言ってるかというとこれはちょっと久しぶりに白板に書くとですね「宴海州って言ってるんですよね。 ガミ社は今宴会地域と呼んでるんですけどまあ本来は宴会州という言い方ですよね。でこれはあ今地球儀でいうと、まあ、この辺りになるわけですけど、はい、ここにこすっごくちっちゃいですけどちゃんと書いてますねここにウラジオストック映ります、ね、それからハバロフスクも含めて日本でもよく知られた街ですけど。 例えばこのウラジオストックっていうのは比較的新しい街なんですよね。でどういうふうに新しいかというとまず、うん、日本が幕末になる前に秦は当時中国は秦ですけどまさしくこの辺から出ていった女神族が女神人が中国全土を支配したのは秦ですけどその秦がまずアヘン戦争でイギリスにめちゃくちゃにやられて香港奪われるわけですけどその後もアロゴー号事件とか続いていった時、はい、西洋列強が 中国をこう散脱していくときに列強とは言えない帝西ロシアまで下ってきたんですよね、うん、それで結果的にこの宴海州のあたり、はい、真の一部だったこれ実は真なんですよもともと中国なんですよねそこを帝西ロシアに取られたんです、はい、で取った後に凍らない港不登港としてロシアが常に保守がある不登港としてウラジオストックを建設したんですよね、うん でウラジオストックはその後まあ軍港として閉鎖され閉鎖っていうのはあの使ってるんですけど外部の人間が入れなくなったりして今はもちろん入れますけれどあのロシアにとって重要なあ港湾都市なんですけどこれも含めて中国が前からこれ取り戻そうと動いてるんですよ。 比べると、まあ、日本と同じぐらいの人口なんですけど人が少ない、うん、でどっちかというとサンクトペテルブルクとかモスクワとかこっちに寄っててこっちは人が少ないすると中国はどん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 肝心中国人をこの辺に入植させてて、うん、ウイグルやチベットを肝心だらけにして奪うのと同じ手法で、はい、ここにじわじわ迫ってきてるんですよ。<ー>ね、そうするとと今に始まることじゃなくて元々 その習近平国家主席は特に、うん、本当は親は女神族の国だからその前の民ね民の時代の半島に戻したいってあるから例えば民の時代でいうとこの南シナ海に積極的に出ていったからここも欲しい、ね、それから沖縄を勝手に琉球と呼んでこの辺も欲しいそしてこの辺もロシアをやるんだったら奪いたいととにかくそうやって拡大拡大拡大路線なんですよね。うん そしてこれ中国は着々と準備進めてきたからこのプリゴジン事件でプーチン大統領の独裁が弱るっていうのはショックを受けるとかそんな話じはなくてこれ明らかにチャンスと見ててもちろん複雑に見てますよ、多様にそこは中国の取り柄ですからその独裁ってものが揺らいでいくでその時にロシアを我が物にできるっていうのも円滑性だけじゃなくてあるしだから同時にその独裁に対する批判が強まったりする。ねでそういうい 多様な目で見てるけどとりあえずここについては奪おうとする動きが必ず強くなってじゃあ日本はどうなるかというとさっきハサミ打ちって言いました通り、はい、今は南西諸島の辺に中国がこう手を出してくるので自衛隊をここに寄せていって、うん、ここの防衛を強化しているけれども実はここも守らなきゃいけないハサミ打ちを避けるためにここを両方守らないといけない。そうするとです、ね、実はは自衛隊は あざっと言うと40万、50万つまり今の倍かそれ以上の規模がやっぱり必要になる、ででで志願すすね自衛隊っていいうのははそれは正しいですでこ,うなこういう話になるとすぐ徴兵制云々の出てくるんだけどウクライナ戦争でお分かりの通り今は兵器対兵器の戦争なのでしたがってハイテク兵器も含めて自由時代に使えるプロの兵士じゃないと務まらない食糧軍人じゃないとつまらないので基本的には志願兵なんです、それは正しい。 ということは、まず給料を上げなきゃいけない、待遇をくしなきゃいけない、それと同時に、誇りを持てる職業にしなきゃいけない、今の自衛官の方は誇りを持って働いていらっしゃいますが、まあ、憲法9条にその存在がないことも含めて、例えば海上自衛隊はどこで何したかよく分かんない、海上保安庁の方がまだ尖閣諸島で目立つから、まだ分かるけど、海上自衛隊は海に出て行ってるけど、海で何したかよく分かんない、だから実際、海上自衛官のお嫁さんのなり手が少なくて、 なんと上海のカラオケ屋で中国共産党が裏で動いてそこで出会った人が海上自衛官のお嫁さんになったりしてるって現実があるんですよ。僕は記者時代からありまましたけど今も続いてますでそれを考えるとやはり日本国軍にして日本海軍日本空軍日本陸軍そして日本海兵隊海兵隊必要なら海兵隊にしていずれにしてもここはやっぱり中心は海軍力になりますけど日本海軍にしてその ちゃんと誇りを持って志願できるようなことにするっていうこの中長期も含めて憲法9条改正すればそれで済むんじゃなくて最終的には本来の主権国家国際法がはっきり認めているところの主権国家の軍隊を持たなきゃいけない自衛隊じゃなくて軍法会議がちゃんとあってつまり軍法会議がないから自衛隊はいざという時に防衛出をかかってても行動して相手に損害が出たらなんと刑事訴訟法や刑法の殺人罪であるいは傷害罪で 裁かれることになると、裁かれるときには、本来は軍法会議で別な基準で裁くというのは国際法でむしろ定められ、認められるということですから、そこに戻っていく一律か、ね、最初のきっかけになるのがあの、現在のロシアの状況だということを、主権者の方々にもう今から考えていただきたいんです。それでえー ベルリンの壁が89年の秋に崩壊していてってそこからあ34年なわけだけどあのその翌年に東西両ドイツがさっさと統一を果たしてそして91年のクリスマスになんとソ連邦が崩壊してしまったでそこからそのずっと始まってるこの世界の不安定化つまり冷戦構造が壊れてその後の新しい秩序がまだ実は見つかってないんですよ。 でその中でその国連のいわゆる P5 安全保障理事会の常任理事国の一角がこのとんでもない戦争を始めてしまってしかも次回現,現象を起こしてとていうのは91年から91年から数えると今年で32年ですけどその間の動きがやっと最後の着地点に向かいつつあると。つまり ソ連が崩壊してエルツィンプーチンになってロシアが続いているんじゃなくてこうやってギュッと縮んだのをプーチンさんがなんとか元に戻したいと思ってウクライナに攻め込んだけど結局それは逆転になってもっと縮んでいって一旦そのロシアがこの一歩前で言った通り滅亡に近い状態になる時に世界の秩序が新しく定まっていくその時に日本はほっとくと中国の挟め打ちに遭うということを考えるっていうのは。 プリコジン事件から一番考えななきゃいけないけこと一つは前の収録で申しました北方領土を奪還するチャンスが実は水面下で生まれつつあるということともう一つはほっといたら中国の拡大主義の挟み撃ちになるこの二つのことをこのプリコジン事件では一番被験者の方々によく覚えていただいて考えていただきたいことです。はいどうぞ、はい いやー今回のテーマその中国の狙いもそうですけど、うん、日本も北方領土をこう取り返すために長期的なやっぱり戦略で本当に実行力を伴ってやっていかないとこの挟み撃ちに遭う危険というのもありますのでなんか政府やってくれてるのかなと思うとちょっと期待薄いのでい議員もぜひ。<laughs> そこら辺も忙しいと思いいますがいやいや <laughs> お願いします現職の政権党の議員で <laughs> しか87年の議員要する議員集団の新しい議員集団の代表ですからこれはもちろん僕はまさか一言として喋ってるんじゃなくて亡くなった安倍さんが僕を選挙に出ろと説得なさった時に一番最初におっしゃったのは青山さん議員になったら外務省が変わるなと。でそれはまあ拉致事件のことをおっしゃっているんだけど当時に。 まあ日本の外交戦略のこともおっしゃってるっていうのを感じましたから経産省は少なくとも今僕は議員続けてればかなり変わって一枚一元石垣やろうとしてるからで自由民主党の議員も安倍さんの予言できりだから安倍さんは外務省経産省自民党議員ってこの順番でおっしゃったけど変わるなっていうのをあんたが議員になったら変わるなってこの順番でおっしゃったけどまあ逆に言ってるのかなと自由民主党の議員から変わっていき 経産省も変わり最後が外務省かなそれはねこれも理由があるんですよあの橋本内閣の時にあの省庁の再編やったんですよねだから厚生省と労働省が一緒になって厚労省になったりしたそれからあれだけ強い大蔵省が名前を捨てざるを得なくて財務省になったところが外務省だけは全く安泰で名前も変わってないし中身も変わってないですよなぜかというと 外務省って基本的にあの在外交換で働く人も多いので見えないんでですよでしかもこれ前から言ってますけどアメリカ人ってあのどっか行くとあの自分の税金でやってるそのアメリカの大使館と領事館に結構押しかけて情報を教えろとかこういう差別しろとかだから中見せろとかやるんだけど日本人ほとんどしないパスポートをなくさない限りは行かないでしょ <laughs> そうですね、はい、だから実は外務省が外でやってることよく分かってないんですよ。ね したがって目が届きにくいんですよねだから変わるのは一番最後になるんじゃないかでも今三浦首相が言った通り今の変化を起こさなきゃいけないというのは在学交換だけじゃなくて日本初の外交ですねでそれは軍事力を伴う外交でないと実は力を持たないんですよだからむしろ外務省が要求して自衛隊じゃなくて国軍をちゃんと作ってくれ車の両輪、うんはい、外交交渉と軍事力の存在感この2つでないと。 この車が料理の上に乗っかって走るように外交できませんっていう外交官が現れなきゃいけない、うん、まあしかし例えばあの今北京で苦労なさってる中国大使の垂ミさんとかそういう意識がちゃんとある人だと思いますそれから若くして亡くなったけど和田総務課長とかそういう人はそういう意識を持ってる人だっただからこのプリゴジン事件っていうのは その敗戦によってもうてか敗戦の前にもともと日米開戦になったこと自体が外交の失敗だったから、うん、軍事的失敗の前に外交的失敗だったので、はい、それからずっと続,続いてきた日本外交の誤病というのをいよいよ正すチャンスが来てるとも言えるんですでやっぱり主権者がそういうことに関心を持ってくださること総選挙でも参院選挙でもこれは争点になることそれが必要なんですよね。 はい、はい、ありがとうございました、はい、では今日の内容以上にしまして野草康サロンにいただいた感想を紹介しますはい 前回ご紹介した感想の続きですねちょっと中略で読ませていただきます、はい、そして読者の皆様もおっしゃっているように私も自分の家族や祖母今年で95歳になりますのことを改めて考えさせられました、うん、私は伊豆半島の先っぽあたりにある従業員十数名の小さな電気工事店の4代目を就任する立場であります、はあ、先代や先々代が会社を築き上げてきた重みや 代々夫婦で経営を行ってきたことそれを自分も今春より踏襲することから家族、血族とのつながりや縁という言葉の強さ重さのようなものをこの頃特に感じるようになりましたそんな折に野草差皿を読むことができ不安定で時に泣きそうなことがありながらも健全に、懸命に朗らかに自分の人生を生きていこうと思うことができました。 青山さん本当にありがとうございましたす、うん、素敵で大事にしたい大切な物語でした、うん、という感想をいただきましたありがとうございましたありがとうございます,います地域の会社を預かる人の人生の支えの一つになるかと思うと、まあ、むちゃくちゃ嬉しいですむ,むっちゃくちゃ嬉しいです <laughs> はい好きなプリンとメロンとエクレアとシュークリームが同時に来たような <laughs> はい <laughs> ぜひ感想を青山のブログのコメントまでお寄せください、はい、そしてチャンネル登録シリーズです、はい、好きなものがお盆に載ってたらここにバーボンも乗っていただいてバーボンと甘いものと合うんですよはい、はい、いいですか、はい、チャンネル登録チャンネル登録はあチェコシリーズをチェコッと続けてるんですよねはい、はい、すみません <laughs> 自分で言って自分でこげてちょっと体勢を立て直しましてさてプラハの「 夜が明けました、はいね、と気を取り直して、えー、朝早朝からあ約束が取れていたチェコの政府当局と軍を回りました、はい、回ってるうちにですね自分でも自覚したんだけどこれはもう忘れられないけどどこにいるのか分かんなくなっちゃった <laughs> 迷子になったということですか 迷子にはなってません、えー、にはなってないんですが、はい、まず、あのー、例えばあのオペラ座事件がこの不可思議な政府の人が現れて一見落着してなかったら、はい、くそこのプラファーでひどい目にあったなと覚えてるかもしれないけどそれこう,もうすっきりなくなっちゃってるんで、はい、これ現実にねこう付け挟んでこれ軍じゃなくてね あのシビリアンの文民の政府の人と話してる時にねこれやっぱり疲労の蓄積もあったと思うんだけどいきなり話の途中で僕は何聞いたかというとね「あのここはどこどこの国でしたっけ?」っまず聞いた <laughs> そするといやもう先方は顔がこわばってこわばった顔を見た瞬間にあの。 私は何しに来たんですかってだから不安はあったさすがに聞いてない私は誰とは聞いてないけど「僕何しに来たんでしたっけ?」みたいな「ガ <laughs> ンガン!」っていうかその、えー、今バイデンさんが心配されてるような年はないから当時はい、はい、今よりもはるかに若いのであのいったあなたどうしたんですかって政府の人は当然英語しゃべるから言われたんで僕はっと気が付いて。 あ,あこうねやっぱりポーランドとかチェコとかみんな似てますよって言ったのそうしたら向こうはいきなり奮撃して全然,全然似てないって言うから <laughs> いや正直似てるからそれで1日1カ国でそれもあのこう例えば大西洋を越えましたとか、はい、ねそう,うそういうんだったらまだあれだけどーヨーロッパ電車につながってて、はい、電車から降りて「はいこの国」ってまた一人で荷物持ってん当時なんか担いでたわけも持てないのでか担いで。はい 担いでこう持ってた、うんね、でそれで一日各国行ってるとでしかも一生懸命相手に弁解したのが中身が安全保障とか、ね、それからテロ対策とかこの危機管理とか中身に似てる話を聞いてるわけじゃなん、ね、その統一テーマでいわばヒアリングとディベート議論をしていってるわけだか,、はい、だから今でもそうなるんじゃないかと思うけどなんかで相手の話もやっぱり似てるんだよ。 はい、アメリカとかだと全然言葉も違うし、うんうん、中身も違うんだけどでそういう言い訳したんだけど相手は不機嫌になる一方でですね <laughs> はい、はい、それでもう途中で僕は「はい、すいませんみんな私が悪いんですだからチャンネル登録してください」っ,って言い訳ないだろう、うん、はい素晴らしいお話でしたはいあの, <laughs> あのもうご,ごめんなさいあの謝ってもう一度その「 自分の話を整理して聞いていて相手はちゃんと応じてくれたけど多分、相手の人たちも今も覚えてるんじゃないだろうかここはどこ、私は誰っていう変な日本人が現れたとどうもへね向こうもまあ情報関係者だから今、なんか国会議員やってるらしいよって日本のバイデンさんかなあバイデンさん大統領なんてそんな僭越なこと言えませんが。 はい。ぜひ皆さんチャンネル登録をお願いいたします。はいまあ、僕は今のところね、ウクライナ戦争、イラク戦争と言ったりしてな、ね <laughs> はい。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 そして独立講演会のご案内です。はい、8月の19日京都にて開催されます。はい、こちらのお申し込みは7月の10日からとなっております。ぜひお越しください。京都に集結しよう。はい。集結して僕を国会に送り出していただいたので、はい。今度は何かな。火星探査かな。はい。 飛びまだ、ね、まだ、まだ独立後援会に参加者以外には教えたりへん、これ、公開情報なんで、うん、はいそして、やっぱりこれはもう、はっきりしてるのは、僕はどういう立場、行動に出ようとも、来年秋の住民主党選挙9月の自由民主党選挙が、日本とアジアと世界の命運を左右するのは間違いありません、そこに直接参加できる、それもしがらみ抜きで参加できる。 そのためにはこの事務所から住民との党員になってくださいこれはもう本当にあの魂からこの意義を信じることができますここに情報がありますはい動画の概要欄からお申し込みいただけますそして、はい、現在党員の方は、えー、党員資格の継続を行っておりますのでぜひ継続をお願いいたしますもう一回言います LGBT 法お日韓の変な動きそれに負けずにむしろ対抗するために 力を維持しましょう私たちの連帯を続けましょうというのであることをどうぞ継続なさってください、はい、お待ちしてますはい、はい、それでは今回もご視聴ありがとうございましたありがとうございました